本当に付き合おうか。足立ってやっぱ遊んでそうだよな。何も知らねえくせにつまんねえこと言ってんじゃねえよ。桃が思いを寄せる真面目な当時、ね、桃ちゃんの好きな人当ててあげようか。そんな桃の前に現れた学校一のモテ王子シャーレー。私たちが運命、ほんと最低最悪の勘違い。もし遊びだったらやめろ。本気だよ。なんであの女の方が幸せそうなの。桃ちゃんは当時のことが大好きなんだよ。桃ちゃんの笑った顔が一番大好きなんだ。私は俺が大切にする。桃ちゃんを返せ。5分に一度恋の事件が巻き起こる。許せない。私本当はピーチガール。